どうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ、不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのは、キリンビールから出ております、氷結岩手県産ブルーベリーでございます。こちらのがアルコール5%、果汁0.3%となっております。えー、過去にですね、えー、岩手県産ブルーベリー、一、まあ、回出ているんですけども、再販という形で、 2023年、えー、出たばかりでございます、えー。こちらのが期間限定ですかね。冬限定みたいな感じで出ているかと思います。はい、えー、こちらいただいてみたんですけども、えー、ブルーベリーの味というのかですね、えー、ブルーベリーの香り、ええー、香り付けです。はい、えー、ブルーベリー風味、<laughs> そんな感じなんですかね。 あのブルーベリーの味というのはあのいまいち私もあのなんかジャムとかそんなのしか分かっておりませんがうんこういうのは難しいんですかね、まあ、ブドウと違ってやっぱりブルーベリー高価なものなんですかね、あのー、味をつけるまでもなく風味で <laughs> 楽しんでくださいというところですかいつもご視聴いただき誠にありがとうございます内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになりますチャンネルご登録いただき次回の動画をお待ちください